ジョーダン・ブライアン・ヘンダーソン・ウンベは、イギリス・サンダーランド出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。イングランド代表、副キャプテン。ポジションはミッドフィールダー。2020から2021シーズン以降は、センターバックとしてプレーすることもある。サンダーランド AFC に加入する前は、地元、サンダーランドのスポーツカレッジに通っていた。2008年に、 チェルシー FC 戦でデビュー。2009年にはコベントリーシティ FC にローン移籍した。シーズン終了とともにサンダーランドのファーストチームに戻り、カーリングカップのバーミンガムシティ FC 戦でファーストチーム初ゴールを挙げた。また、マンチェスターシティ FC 戦でプレミアリーグ初ゴールを挙げた。リバプールでプレーするヘンダーソン2011年にリバプール FC に移籍。 度重なる怪我の影響で活躍できず、このシーズン開幕前にはロジャースより移籍先を探しても良いと事実上の戦力外通告を受けていた。しかし、このシーズン中盤以降にジョー・アレンの負傷も重なり、レギュラーの座についた。2014から15シーズンからリバプールの副キャプテンに就任した。キャプテンのスティーブン・ジェラードが不在の時はキャプテンを任された。 2014から15シーズンもリバプールは無冠に終わり、キャプテンのジェラードがチームを去ることになった。長年キャプテンを務めていたジェラードが退団し、有力な実機キャプテン候補と見られ、2015から16シーズンからリバプールのキャプテンに就任。2016から17シーズン、2016年9月19日のチェルシー戦で25ヤードのシュートを決めチームを勝利に、 導いた。またこのゴールが2016年9月の最優秀ゴールに選ばれた。2016から17シーズンは怪我のため24試合の出場に止まった。2017から18シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではレアルマドリードに敗れたがキャプテンとしてチームを決勝に導き、2018年9月リバプールと5年間の契約延長に達した。 2018から19シーズンのチャンピオンズリーグ、準決勝、FC、バルセロナ戦のセカンドレッグでは、リボックオリジナルゴールにつながるシュートを放つなど、フル出場し、キャプテンとして、チームを2年連続の決勝へ導き、決勝のトッテナムホットスパー戦でも、先発フル出場し、キャプテンとして優勝カップを掲げた。2019から20シーズン、FIFA クラブワールドカップ。 準決勝のモンテレー戦では初めてセンターバックとしてプレーし勝利。決勝のフラメンゴ戦では本来の中盤でプレーし、前進のトヨタカップを含めチーム初の世界一のタイトル獲得に貢献した。加入後これまでで最良のシーズンを過ごし、チームにとって欠かせないキャプテンとして30年振りとなるリーグ優勝に貢献。FWA が選ぶ。 年間最優秀選手賞を受賞した。2020から21シーズン、2月20日のエバートン戦で負傷、長期離脱の見込みとなった。2009年、U-19 チェコ代表戦で、U-19 イングランド代表デビュー。U-21 イングランド代表にも選出され、U-21 ルーマニア代表戦では、代表初ゴールとなる、ボレーシュートを決めている。 2010年には、イングランド A 代表に選出され、フランス戦でデビューした。2014年のワールドカップメンバーに選出されると、グループリーグでは2試合に先発出場したがチームは、コスタリカに、首位通過を許し、ウルグアイ、イタリアにも遅れを取り、最下位で敗退となった。UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれ、グループステージ最終戦のスロバキア戦でプレーした。 2018FIFA ワールドカップメンバーに選出された。ベスト16のコロンビア戦では、PK 戦で PK を失敗したが、チームは勝利した。2020年、UEFA ネーションズリーグ3位に導いた功績や、ユーロ2020出場を決めた功績が評価され、ラヒーム・スターリング、ハリー・ケインらを抑えイングランド代表年間、最優秀選手に選ばれた。2021年、 UEFA ユーロ2020準々決勝のウクライナ戦では途中出場すると、メイソンマウントのコーナーキックを頭で合わせゴール、約25年振りとなる準決勝進出に貢献した。このゴールは自身のフル代表初ゴールとなった。クラブ代表、ありがとうございます。